わっさっ、よきまるです。そしてピーナッツ。どうも、チャピです。あーチャピです。プロに教わる最強ランキングベスト5。イエーイ。てな感じの動画となってます。はい、ということでアーチャピさん、ジュピターのアーチャピさんをお呼びしたんですけども、今日はですね、このアーチャピさんにね、まあ、プロとしてね、やっぱ活躍してるってことで、まだ試合してねえか。やっぱいろいろキャラクターとかも知り尽くしてるしね、今の環境ももちろんね、知ってるはずなんで、そんなアチャピさんに今の最強ランキングを教えてもらおうかなと思っておりますね。いいですか？はい。はい。ということでね、この動画見てる方で、まだチャンネル登録をしてない方はね、下の、右じゃねえわ。あ、右か。右下のね、ところにチャンネル登録ボタンあるので、ぜひとも今のうちに、はい、押して、押した押したね。はい、OK です。で、概要欄にアチャピさんのね、YouTube リンクも貼っておくので、登録お願いします。お願いします。はい。それでは行ってみましょう。レッツーゴー。はい、ということで、早速やっていきましょう。じゃあ、早速、第5位バン。第5位は、はい。スプラウトです。はい、もっと元気に言ってほしいな。スプラウトです。スプラウト、どん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 元気になっていきます。そういうこと。なるほどね。はい、じゃあ第5位スプラウトということで、なんか理由教えてほしいですね。理由はこのまあ光合成というスタッパがこの軽減できるっていうのがまず強くて。なるほどね。はいはいはい。で、あとバランス調整、この前のやつで火力が上がったんですね。はい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 。でも元々強かったのでそれにまた火力が上がったということで、もう最強になりましたよと。なるほど。結構ウルトの壁を蹴るのもめちゃくちゃ強い。なるほどね。ガジェットどっちなの？ちなみにガジェットは、まあ、制圧以外だったら回復みたいな。あ、そうなんだ。でも自分は制圧でも回復にしますけど。やっぱ回復の方が強いんだ。はい、うん。おー、理解。ということで皆さん、制圧でも、制圧以外でも、ガジェットは回復にしましょう。あ、でも制圧確かに、ガジェットは切り替えのやつでも強いか。はい。防衛で結構強い。はい。まあ、ということでね、火力があって、スタパがね、硬くなる、めちゃくちゃ強いと思うんでね、それが第5位という形ですね。スプラウト、はい、おめでとうございます。はい。じゃあ次、はい、第4位。第4位は、ラフス。おお、ラフス大佐来ました。じゃあこれは理由を教えてもらってもいいですか？なあ、これはもうとりあえずこのガジェットのこのサンドバッグと、はいはい、このウルトがウルトで味方を強くできるのがとりあえず強い。なるほどね。本当にあれでもなんかもう最強になれる味方が。そう、自分は弱くてもウルト貯めて味方にあげれば味方が最強だったら最強になれますし、勝てます。試合に勝てるんで、そう、ね、味方にあげてください。ガチサポートキャラって感じなんで、これ。はい。あれは新しく出たスタッパはどうなの？ああ、普通に強いですよ。でもこれデスするとは意味なくなっちゃうんで、デスしないように丁寧にいけば、あのザベスとかでも体力8000とか良くなるんで。ああ、じゃあ33でも使えるんだ一応。ああ、使います、使います。タンクになるんで。ああ、いいですね。賞金とか強そう。結構。はいはい。ということで、じゃあザベスを皆さん HP8000 まで新しいスタパで上げてください。はい、という感じで上げたら、じゃあ、はいはい、上げたらヤピマルさんの DM に送ってあげてください、みんな。はい。すごいことになるわ、量が。みんな上げちゃうわ、そんな。はい。ということで、第4位がラフス大佐でした。はい。じゃあ、はい、第3位、お願いします。はい。第3位は、ジョロ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 。ドン！ミスター・ピー。おー、ミスター・ピー。まあ、これ強いからね、最近めちゃくちゃ。はい。ねえ、じゃあ、理由をお願いします。理由？え？理由は、この、ペンギン、コペンギンは一生出てくるのが強いっていう。あ、もうこいつの、ね、それにリロード、そう、もうリロードを咲かせるで、それに。ああ、なるほどね。リロード命ですもんね。火力も、そう、火力も上がったし、この前のバランスはする。はい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 。だいぶ強い。ガジェットはやっぱあっちの方が強い。
ガジェットは新ガジェットの方が強いですよ。圧倒的強い。オーエンポーター。オーエンポーター。あれ強いよな、確かに。そう、多分エリザベスとかになんかそうバイロンとかなんかこういう苦手処理コペンギンが苦手なキャラに、うん、そうこいつを投げるだけでもうアド取れるね、めっちゃ。確かにどこでも強くね、しかもこいつ。はいはい。アチャピさんは大会で使えますか？はい、アチャピーいきます。なるほどね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ P は強いから皆さんぜひとも。持ってるからね、大体みんな持ってると思うんで、ぜひとも使ってください、はい。持ってない人は、持ってない人は、ヤピマルさんの DM で言ってください。だから、買ってくれます。荒れるから、すごいことになるから、量が。はい。はい、すいません。すいません、ちょっとツッコミ弱いんで。はい、いきます、次。はい、ということで、第3位は、ペンギンでした。じゃあ、第2位、お願いします。はい、第2位は、ジョン。ジョン、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 ジョン。アンバーです。アンバー、最近強化入りました、アンバー。やはり強いと。アンバー強いですね、こいつ。大会でもやっぱ使える？いや、大会でめちゃくちゃ強いですよ。あ、そうなんだ。マルチはもうほぼ、うん、ほぼっていうかもう大体いるからね、敵に。マルチも強い。ああ、さあ、どこが、もうどこが強いんですかと。エゴの、ウルトとかガジェットなんか水たまり置いたやつ燃やせるじゃないですか、敵を。あ、敵を燃やした時のダメージとあの継続時間も長いっていうめちゃくちゃ。ああ、もうただただ化け物ってやつ。はい。で、普通に火力ももう文句なし、強すぎる。タンクにも強いし、確かに遠距離系にもちょっと弾よけして詰めたらもう焼けるすぐ。焼き殺しちゃうんだ、こいつで。はい、ちなみになんだけど、このアンバーに勝てるキャラって何？はい、アンバーに勝てるキャラはもうアンバーより射程が長いキャラ。あー、モーティスは？モーティスは、あ、壁があったらいけるみたいな。なかったらやっぱきついんだ。なかったらきついですね。あー、強いなこいつ。じゃあ強いです。はいはいはい。じゃあそういうことで、ガジェットは1個しかない、スタパも1個しかない、はい、なんか出そうだけどね。あ、スタパ2個あったっけ？スタパは2個あります。すいません、ちょっと見ていい？ブロスターしてないんですけど。え、これ、あ、ほんとだ。え、知らなかった俺。ブロスターあんましてないですか？いい、はい。じゃあ、ヤピマルさんとブロスターしたい方は DM。だから、荒れるっつーの。はい、すいません。で、これどっちがいいの？スタッパー。スタッパーは、これは、基本は、あの、この、1個目。必殺技のゲージが溜まる方です。ああ、え、俺これ2個目知らなかったんだけど、結構ガチで。燃料の水たまりそばにいる間は、え、知らんかった。使ったことない俺、持ってんのに、うん。え、うん、強いんだ、こっち。え、こっち弱いですよ。あ、こっちは弱かった。いや、弱くはないけど、1個目が強い。ワイルドフレイとか。なるほどね。知らなかった。え、マジで初めて知った。やばいかもしれん。はい、そんなこと言いながら、アンバー978です。はい、ありがとうございます。じゃあ、第2位はアンバーでした。おめでとうございます。はい。はい、じゃあ、第1位をお願いいたします。はい。第1位は、ジョル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 ドン。バイロンです。やはり、バイロン。こいつ、下方来ないね、全然ね。はい、もうこの前来ると思ったんですけどね。確かに。来ないともうちょっとよくわからないんで。もう運営よくわかんねえぞと。はい。でもなんかでもこいつ下方する場所正直難しくない？なんか。確かに確かに。うん。どこかしら下方したら。あ、でもなんか、あ、そう、緊急バランスのリ、あの、なんだっけ、なんかのバランス調整でいきなりかちょっと下方された気がする。あ、なんかやってたね。でも。でもそれでも何も変わんないっす。ねえ。よくわからんな。なんか、射程長すぎない？こいつ。そう、バイロンデリートって感じですよ。いらないね、こいつ、そもそもね。そう、バイロンデリートしてほしい人はヤクさんの DM でお願いします。アンチやん。ただのアンチ。バイロンのアンチが俺に来るってどういう状況かわからないですけど。はい、まあまあまあ。こいつはやっぱ、射程ですか、はい、強いのは。ああ、射程、ね、射程とまた継続時間ね。継続の推移。で、あと、ウルトのこの、倦怠感っていうのかな、はい、うん。あの、回復が。そう、回復も全然できなくなる。50% 減。それも強いし、このもう一つの注射も普通に強いですね。あ、そうなんだ。
まあ、貫通。自分は全然注射使ったことないんですけど。ああ。一択みたいな。やっぱたまに来るとまあまあ強いよね注射も。えそっちみたいな。ああ分かる分かる。そっちも全然強いですね。でもやっぱタンクとかに組み合わせたりするとタンクがよく固まっちゃう。ああ。それにみんなに回復したりとか。あそっかそっか。そうですね。まあまあタンクにその辺あ確かに強いな確かに。はい。まあでも1個目強くね普通に。強いですね。回復が全然できないのはちょっとえぐいからね正直。はい。うん、あとガジェットも強いよね。はい強いです。おかしいからね。もう回復しすぎ、回復しすぎ、いや間違いない本当に。どうすんだろうね今後このこいつを、はい、どうにかしないと。それかマップとかちょっとねなんか工夫してほしいですよね。うん、なんかまあ確かに強すぎるよな。強いです。うん、あ今エリザベスより長いんだっけこいつ。いやそんなこ、あどうなんやろ、エリザベスちょっと長いんかな、同じくらいじゃないですか言うて。感覚長く感じるよね。うんですね、うん、でも俺も同じくらいかなって思ってるんだけど、うん、まあ、ちょっと長い、ちょっとだけ。わかる。いやなんか同じくらいにしてもいいんじゃないかなって思うよね。そういう本当にバイロン下方してほしい人は高評価をしてくれたらね、あの運営の人と向けるらしいんで。そう、高評価と DM。 これ DM はいいって。俺何もできないから、未読するから、未読する。はい。えぐって本気で言うね、ちゃんと読んでるから。はいはい、ということで一応ね、まとめると第5位がスップスップさん、スプラートさんです。はい。で第4位が誰だっけ、ラフス大佐ですね。はい、はい。第3位がミスター P、はい、第2位アンバー、第1位がバイロンという感じでね、まあみんなちょっと予想はしてたと思うけどね、この順位を決めるのがなかなか、まあチャピもね難しかったと思うんですけど、うんうん、今ロボさんの新ガジェットとかもいい、これも強いんですよ。ああ確かに強い強い、確かに使い方上手い人めっちゃ強いよね、わかる。まあ、ベスト5だとちょっと並びづらいから、割とバランス悪くはない、もしかして。そう、レオンも強いんですよね普通に。あー環境的にそんな悪くない正直。なんかすか今のブロスターの環境的に。あーアンバーとバイロンが圧倒的。だからそこを調整すればめちゃくちゃいいバランスに。おこれ、いやでもまあまあ言うて、まあ、コレットも強いですよね。どんどん出てくる。やっぱだからバランスはまあ悪くはないんだね。アンバーとバイロンをちょっと沈めてあげてくださいっていう感じかな。はい、そうするとね、はい、あの全部このベスト5のキャラをちょっと沈めてくれればいい感じになるんじゃない。なるほどなるほど。ということで、公式の見てる方、はい、ぜひともね、バランス調整お願いいたします。はい。焦ってくる。はい。まあ、視聴者の方はね、この出てるキャラクターを使えば、勝てますよっていう感じだと思うので、ぜひとも参考にしてください。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。まあね、結構いろいろキャラクター出たと思うんですけども、正直そんな、そこまでバランス悪くないと思うんでね、ポスター嫌いにならないでやり続けてください。はい、アチャピさんのね、動画じゃない、YouTube はね、下の概要欄に貼ってあるのでね、もうプロになってからもう、あれだね、マンスリーが、来週今週、ね、今週の土曜。そうですね。チャンピオンシップの予選ですね、うん、とりあえず。あー、そうそうそう、15勝チャレンジが終わって、その次の、あのそのチャンピオンシップの予選があるんで、そこでね、アチャピーの、まあ、ジュピターがね、初っていうのかな、こういうの。初指導、まあ、プロとしてちゃんと戦うっていう。その試合の自分の視点とかもしかしたら載せるかもしれない。あー、らしい。結構、これ貴重なんで、ね。予選とか配信とかないんで、その見たかったらリプレイとか載せると思うんで。なるほど、なるほど。らしいんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録してあげてください。ということでやっていきましょう。皆さん、それでは、バイバイ。